ピンポン。うわ、話しかけたくな。はあ、何しとるんや。私の趣味は美少女の成長をじっくり見守ることです。もし捕まってもお姉ちゃんだけは味方やで。というわけで、その結果をレポートにまとめました。美少女の成長をレポートに。というわけで、今回はキスのあかり、これまでのデザイン全部まとめてみました。レポートを発表していきます。うん、うん、うん。じゃあ、はい、これなんやこれ。これは私が暴走した時用のストップ装置。もし解説中にヒートアップしちゃったら、このボタンを押して私を止めてね。はあ、そらまだ Q やな。いや、実は最近私がヒートアップして解説し始めると、葵ちゃんへ、変態さんですね。飛ばしてんねえ。葵ちゃんのガンギマリが青天井、もう手遅れでくさ。とみんなから惹かれるという悲しい事件が。うん、ノーコメントや。だから今回はちょっと自重して解説していこうかと。そうなんか。まあわかった。暴走しそうになったら、じっかり止めたるから。思う存分解説するんや。じゃあ行くぜ。まず押さえとくべきは初期案ね。最初はこんな感じ。へえ、見慣れた髪型もあるけど、ロングとサイドテールもあるんか。そうそう、イメージカラーもピンクっぽくて、今とはちょっと違う雰囲気。ふむ。興奮するね。葵さん、ちなみに私的にはサイドテールの髪。サイドテールだと負けん気強そうな感じで、ちょっと大人を小馬鹿にしている少女感出て、興奮を押し寄せますね。うひひ。おい、次長はどうした？おっとっと、失礼失礼。リビドーとはコントロールするもの。大丈夫かいな。さあ、お次のデザインはこれだ。ボイスロイド2、キスの明かり。おお、よく知っとるやつや。2の基本デザインは、こんな感じでオレンジを基調としてるね。さっきと同じように、アームカバーとタイツがピシッと着てる感じ。はええー、はあ、かわいい。この男っぽいジャケットと、かわいらしい容姿のバランスたまらんね。あ、ちなみにこのデザインのここ好きポイントは、この、アームカバーと服の袖あたりの肌チラ見せね。そこんとこよろしく。あまり見せすぎず、でもちょっと見えちゃうあたりを攻めるのがチラリズムの鉄則であり、それを犯すことは何人たりとも許されない。そのフェチシズムをついたこの完成されたデザインに、我々は超落ち着け落ち着け。調子出てきたな。おい、あかん。うちがちゃんと止めたらな。ボイスロイド2の後は、ボーカロイド、キスの明かり、発売したり、ボイドルっていう、リアルタイムで、音声を変換するソフトで、キスの明かりモデルが出たりしたんだけど、デザインは変わらずなんやな。そうそう。しかし、ここでまさかの方向から新しいデザインが、何？なんと、キスの明かり。コラボメガネ発売。お？うわぁ、かわいすぎる。とりあえず同じカツオ10枚保存しとくわ。ただ容量の無駄遣い。はい、ここ好きポイント伝えます。耳にかかってる髪の毛、ここポイントです。ここ好きです。ほらお姉ちゃん、テストに出るからメモって。はい、そして来ますよ。 お次がこれだ。じゃじゃん、アイボスキズナあかり。おお、これ知っとるやつや。おいおい、なんだよ。ボカロ出た後は結構期間空いたのに、急にたくさん供給来るじゃねえか。さては出るか。供給出れき来たな。供給出れき。アイボスあかりのここ好きポイントはここ、このかたひも。うん、かたひもずり落ちてるの神でしょ。ちなみにアイボスあかりは手に帽子を持ってるんだけど、はあ、セイレンボイスのデザイン見て。かぶります。あら、かわいい。メガネもしちゃいます。あら、美人さん。かたひも戻ります。あら、何の話。私の敵の話だろ。マジで何の話や。そして最後を締めくくるのは、そう、このデザイン。キスの明かり、つぼみ。かわいい。つぼみは通常時の5年前、つまり10歳をイメージしたキャラクター。ここ好きポイントが前髪パッツン。かわいすぎだろ。お持ち帰りでお願いします。葵さん、大丈夫大丈夫。ちょっとだけ、ちょっとだけだから。お前落ち着け。何する気や。いや、ちょっとね。味見を。妹ライン来い。テンション上がってきた。葵、さすがに暴走しすぎや。今お姉ちゃんが止めたるからな。ストップ装置ポチン。キモ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 。キモ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 。なんやこれ。キズナあかり X ボイスボリューム1カテゴリー拒絶のキモ1から7注入頭。まさかのトラップ。騙されたなあね。私が自重なんてするわけないだろ。私が好きに遠慮なんてしないんだ。なんかかっこいいこと言ってるけど、不純物が多すぎるんやて。次は動画でどんな紹介しようかな。コラボレポート。いや、この前やった X ボイスランキングを別のテーマで、モダイルボイスランキングとかかな。拒絶ボイスランキングもいいな。うん、悩む。まあ楽しそうやし、ええか。次はうちらの歴史を振り返ってもええんやないか。ほら、うちらもいろいろ出してるし。うん、まあそのうちね。熱量が違いすぎる。